っと引っ張る引っ張る、いきますよ。はい、用意、5回エイエイオン、いきます、せーの、エイエイ、おーで引っ張る。2回目、はい、3回目、頭の上に拳で、はい、おー最後、エイエイ、おー、はーい、OK、はあ、肩リラックス、リラックス。肩って大変ですよね、足折りも全然大変。はい、今はね、まっすぐ上げたので、まだね、腕の力も肩の力も全部使って上まで引っ張れたんですけれども、次は腕だけになるので少し大変でも頑張りましょう。はい、お尻から取っちゃいましょう。はい、一番最初のね、皆さん引っ張ってたところまでね、戻ってきます。はい、体の前にだいたい肩幅ぐらいで、はい、用意してもらったら、顔に向かってゆーっと引っ張るんですけれども、この時ね、使ってほしいのは、まず胸をぐーっと広げる動き、はい、このままだとね、チューブダローンってなった状態なので、気持ち引っ張りながらキュッと胸に寄せます。で、しっかり引っ張ることで背中の肩甲骨がキュッと近づくんですね。なので胸を開いて肩甲骨をキュッと寄せるっていうのをね、意識してやっていただきたいと思います。10回、息止めないように吸いながら胸開きましょう。吸って吐く、10回、せーの、吸って吐く、はい、2、3、4、5、胸吐くで、6、そう、均等に同じぐらいの強さで2、8、パス合ってます、9、1個と同じ、10、6から8にいっちゃいました。9回ぐらいしかやってないと思う。さあ、肩リラックスです。いいお時間でございますね。はい、ここまでにします。そしたらね、右手を前にぎゅーっと引き寄せて、今ね、縮めた背中を伸ばすストレッチ、肩の裏から伸びていく、かけて、これでもいいです、振りに行って回しちゃってもいいです、できる範囲で、ね、はい、緩めて反対、左手を首に回しながら右手で引き寄せます。曲げた状態でもいいです。曲げて首の後ろ触ってもらうと、で、今日はここら辺に毛があるなっていう目安になりますよね。うん、日によってね、肩周りちょっと肩こってる日はもしかしたら手が入りづらくなったりもするので、目安としてね、ちょっとポンポンって触ってもらう。私ね、土日の雪すごい買ったんでね、雪かき頑張ったら、昨日すごい肩筋肉痛で、今左が痛いんです、すごく昨日は右が痛かったのに、なぜだか今日は左が痛くなってます、はい、肩周りで、ブンブンとね、腕を振ってる、もう痛いずくめです、痛いずくめだね、イラスイラス。はい、そしたら最後深呼吸、痛いを薄く吐きました。はい、終わります。よー、はい、お疲れ様です。